バッターは坂本。昨日は3打数ノーヒット、フォアボールが1つ。センターへ抜けない、止めた、よく止めました山崎。いや今抜けていれば勝負するかどうかという松本の足ですからね。そうですね、はい、まあ、まあ本塁にはこう行くと思うんですよね、まあ、止めたおかげでホームに入ってくれなかったんですけどね。しかしこれよくグラブ入れましたね、はい、ナイスプレーです。内野安打で済んだという感じの山崎のプレーです。そうですね、はい、まあ、このプレーによってまだ雄星はね0点に抑えるチャンスをもらえたということなので、まあ、これを生かしたいですよね、うん。